まず、宇宙にある空っぽ地帯っていうのは、ボイド、超空洞、と呼ばれる、銀河がほとんど存在しない領域のことなのだが、このボイドという領域は、今現在観測されている銀河の分布に重なるようにして、宇宙全体をまるでバブルバスのような構造に作り上げているんだ。むむ。例によってさっぱりわかんないわけ。そうだな。じゃあ、お風呂に入る時のあわあわを想像してみてよ。いやらしいわね。え、想像するもの間違ってない？そんなの YouTube では言えないわ。むしろ言っちゃダメなやつだと思うけど。それで霊夢、泡っていうのは、どんな構造になってる？ちっちゃな空気の泡がいくつも集まってるわ。そう、石鹸の薄い膜が小さなシャボン玉みたいなのを作って、それがいくつもいくつも重なって泡を作ってるよな。その構造を宇宙に当てはめてみると、宇宙ではちょうど銀河がこの石鹸の膜のような役割を担っているんだ。銀河が空気を抱え込むの？空気ではないけど、イメージとしてはそんな感じだな。様々な銀河団がそれぞれ膜となって何もない宇宙空間を囲い込むことで、宇宙全体が巨大な泡のような構造をとっているんだ。そしてこの何もない空間っていうのがボイドなんだよ。お風呂の中に小宇宙があったとはねー。この泡のような宇宙の構造は、宇宙の大規模構造と呼ぶんだぜ。ふん。でもなんでそのボイドっていう空っぽの空間ができるの？銀河って拡張したり動いたりし続けてるっていうから。もし広がっていくのなら、空いてる場所はどんどん埋め尽くされそうな気がするんだけど。良い質問だな。それにはちゃんとしたわけがあるのだが、それを話すためには宇宙の根源にまで遡って話すことになるぜ。マリサならサクッとわかりやすく説明してくれるはずよね。むむ、さりげなくハードル上げないでくれないか。早く説明しなさい。そうだな。結論から言えば、宇宙の大規模構造っていうのは、宇宙誕生超初期の頃の揺らぎが原因だと言われている。揺らぎ、って何なの？揺らぎと一言で言っても、それは、量子揺らぎ、とか、密度揺らぎ、それから、温度揺らぎ、なんてのもあるんだけど、要するに、ある一定の法則性を持ったものが、その平均値を外れて変動することを揺らぎって言うんだよ。遠目で見たら許容範囲内にはあるけど、よく見たらちょっとずれたりしてるよなーみたいな感じ。そんな大雑把でいいの？そこに規則性はないんだ。その揺らぎがあることでなんであわあわ宇宙になるわけ？一番有力な説としては、ビッグバン直後の宇宙に起こった密度揺らぎによって、この大規模構造ができたんじゃないかっていうのがあるよ。密度揺らぎとは？例えば、パンを作るときに綿棒で生地を伸ばすところを想像してみて。は？何故に？いいから想像して。小麦粉やバターをまとめたパン生地を綿棒で伸ばそうとすると、たまにちゃんと混ざりきってなくて、密度の薄い部分ができたりしないかな。そこって、力をかけて伸ばそうとすると、密度が薄いまま伸ばされていくんだが、そりゃそうなるわよね。密度に揺らぎがあると、そこにかかる力は他と一定じゃなくなるから伸び率が変わるんだ。もしそのまま力をかけ続ければ、どんどんその揺らぎは広がっていくはずだよ。ああ、なるほどね。わかったわ。つまり、宇宙でも密度に揺らぎがあると、そこにかかる重力の影響で、物質は質量の大きい方に引き寄せられたり、引き伸ばされたりして、揺らぎが発生しやすくなるんだぜ。パン生地も一定の力で綿棒をさないとガッタガタになるのよね。この時の宇宙に起こる重力不安定は、ますます揺らぎを大きくすることにつながるんだよ。ガッタガタの宇宙の出来上がりね。ただ、これだけでは、こんな宇宙規模の大規模構造を生み出すことはないだろうとも言われてるんだが。じゃあ、何が宇宙のあわあわを作ってるの？そこには、コールドダークマター、が関与していると言われてる。はい、来ましたー。悪役登場。こいつは運動エネルギーが質量エネルギーよりも小さくて、冷たく重く、そして速度も遅い物質なのだが、このコールドダークマター起因の重力が宇宙の密度に揺らぎを発生させてるんじゃないかっていう仮説があるんだ。出た。宇宙の後付け仮説ね。仮説はやがて真実につながるんだぜ。その、良いこと言ってやった、的な顔やめてくれない？ところで、話を戻すけど、宇宙最大のボイドってどれくらいの大きさだと思う？そうは言っても、銀河も星もほとんど何もない空間なんてそんなに広くないんじゃないのかしら？実は、宇宙最大級と言われる超巨大ボイドがあるのだが、これがなんと直径18億光年もあるんだぜ。ふむふむ。へぇー。って、18キロじゃなくて？光の速さで18億年の距離だ。ぐふ。ぐぅ。ぐぅ。寝たふりするんじゃない。軽く思考停止したわ。まあ無理もないな。
地球や太陽のある銀河系全体ですら約10万光年だと言われているから、18億光年っていうのは桁外れに大きいってことになる。全く人騒がせな大きさね。どこでそんなに大きなボイドが発見されたの？もともと、NASA の WISE という赤外線天文衛星が観測した。宇宙マイクロ波背景放射、コスミックマイクロウェーブバックグラウンド、CMB のデータ分布には、温度があったかかったり冷たかったりっていう、温度揺らぎが認められていたのだが、その CMB ってのは宇宙の温度がわかるの？ CMB っていうのは、宇宙が誕生した直後から宇宙空間を飛び交っていたとされるマイクロ波のことなんだ。CMB の温度を計測することで、宇宙の温度がわかるとされているんだぜ。で、2004年になって、そのビッグバンの名残とされる CMB のマップの中で、オリオン座の足元方向に見られるエリダヌス座の近くに、異常なほど温度の低い、コールドスポット、と呼ばれるエリアが認められ、研究者たちの間で話題になったんだが、これが宇宙誕生初期からの温度揺らぎなのか、それとも何かの影響で急に冷たいエリアが発生したのかは謎だとされていたんだ。でも、そのコールドスポットがボイドなんじゃないかって言い出した人がいるのね。そうなんだよ。ハワイ大学マノア校のイストバンス・ザプジ博士の研究チームが、マンスリーノーティシズ・オブザ・ロイヤル・アストロノミカル・ソサエティ、MNRAS、というイギリスの天文学術誌に発表したのだが、彼らのチームは最初、NASA の WISE による CMB 分布データとハワイのマウイ島にある、パンスターズ1望遠鏡、PS1、そして欧州宇宙機関、ESA の天文衛星、プランクの観測データなどから、膨大な量のデータ分析を行ったんだそうだよ。また随分たくさんのデータに当たったのね。そのおかげで、このコールドスポットの正体が、バカでかいボイドだって結論に行き着くことができたんだよな。しかも、このボイドはその中心部から地球までは、わずか30億光年の距離にあるってところまでわかったんだぜ。それって意外と近いって思って良い距離なのかしら？観測可能な宇宙領域は地球から半径約450億光年だと言われているから、そこから考えるとそう遠くはないと言って良いだろう。今回確認されたこのボイドは最大級のボイドってだけじゃなくて、銀河やその他の宇宙のあらゆる構造物の中でも、最大級の大きさを誇っているそうだよ。だてに半径18億光年の大きさじゃないわね。もう一つ、霊夢の好きそうなとっておきのボイドを見つけたんだが、なになに？ってちょっと、誰がボイド好きなのよ。その名も超巨大超空洞、ダイポールリペラー。だぜ。スターウォーズに出てきそうな名前ね。このボイドは銀河系外にあって、我々の太陽系や周辺の銀河の移動にまで影響を及ぼすと言われている強者だ。主要キャラとなりうる存在だわ。これまでの研究では、シャプレー超銀河団のような超巨大で高密度な銀河が太陽系などの銀河系を引っ張っているとされていたのだが、イスラエルの首都エルサレムにあるヘブライ大学のイェフダ・ホフマン教授と共同研究者たちが進めてきた研究によると、密度の低いボイドもまた銀河系を押し出しているということが分かったんだぜ。押し出すってどういうこと？それはつまり、文字通り銀河系をむぐーっと押して移動させているってことだよ。じゃあさっき言ってた宇宙の大規模構造は、実は銀河とボイドの押しくらまんじゅう状態だってことね。いい線言ってるな、霊夢。でも銀河って常に動いているのよね？その通りだ。我々の銀河系はなんと時速200万キロで移動しているとも言われているよ。わわぁ。気持ち悪くなりそうなくらい速いわね。でも、どうしてボイドが銀河を押してるなんてことがわかったのかしら？ホフマン教授のチームはまず、ハッブル宇宙望遠鏡などを使って、宇宙の物質がどんな風に低密度領域から高密度の領域へ移動するのかを見るために 3D マッピングを作成したのだが、そのマッピングモデルを調査したところ、銀河系が巨大な低密度の空間からぐんぐん遠ざかっていることが発見されたんだよ。じゃあ銀河系は超巨大銀河に引っ張られつつ、同時にボイドのような低密度空間に押されて移動してるってわけね。その通り。ホフマン教授たちは、銀河系がシャプレー超銀河団に引き付けられているだけではなく、超空洞に押されているというこの二つの力の及ぶ空間を、ダイポールリペラー、双極反射、と名付けたんだ。この研究結果は2017年1月30日発行の、査読付き科学ジャーナル、ネイチャーアストロノミーに掲載されているよ。銀河も引っ張られたり押されたりで大変ね。いろんな力に翻弄されていると言っても良いかもしれないな。ホフマン教授らの研究は、銀河や宇宙の膨張に関して新たな見解が現れるかもしれないと期待が高まっているんだぜ。
ボイドって、宇宙に何もない巨大な無の空間が存在するってだけで驚きなのに、他の銀河系を押したりして、まるで得体の知れない生き物みたいね。ボイドの謎についてはまだまだ解明されていないことも多いのだが、ホフマン教授とその共同研究者たちは、ゴールドスポットとこの超最大級ボイドの研究を続けているそうだよ。そのうち、ボイドも銀河の一つの形だった、なんてことが言われ始めるかもしれないわね。おーおー霊夢、斬新な仮説じゃないか。ちょっと、大げさね。わからないぜ、だって。仮説は真実の第一歩だから。でしょう、ちょっとマリサに持ち運ぶの手伝って。うお、重そうだな。まったく、重力なんてものがあるから。まあ、重力が少ない世界だったとしても、それは人間の能力にも影響するだろうから、感じる重さは変わらないだろうけどな。もう、ほんと重力ってよくわかんないわ。なんでこんな力があるんだろ？ああ重い。なら今回は、重力ってものが一体何なのか、その意味わからん力の謎に迫ってみるぜ。手伝い。てなわけで説明を始めるが、そもそも重力って何なんだろうな？霊夢はどう考える？引っ張られるってことかな？そうだな。じゃあ一体どこに引っ張られてんだ？地面じゃないの？正確には地球の中心になるんだぜ。誰か地球の中心から引っ張られてるって確認したの？そんなことできないでしょ？もしかしたら、日本の近い 1km が引っ張ってるかも。その理論だと、地球の日本から見て正反対の位置にいる人以外が、地面に対して斜めに引っ張られてしまうだろ？ああ、みんな地面に対して垂直に立ってるから、地球の中心から引っ張られてるって話じゃないとおかしくなるんだ。そういうことだ。なるほど。それにしてもさ、なんで地球はいろんなものを引っ張ってくるのかな？万有引力の法則といってな。天文学の父と呼ばれた、ガリレオ・ガリレイくらいは知ってるだろ。その人が提唱した、どんな物体同士もお互いを引き合う力を持ってるっていう理論が根底にあるんだ。それっておかしくない？どんな物体でも引き合うのなら、私とマリサだって惹かれ合ってんじゃん。いや、惹かれ合ってんじゃん。ぼっちゃねえよ。なんでわざわざ言い換えたんだよ。ちなみに、実際惹かれ合ってんだぜ。何も感じないけど、そりゃ力が小さすぎるからだ。万有引力は、物体の質量のデカさに比例するからな。なるほど、質量が大きければ大きいほど、引っ張る力が強くなるん。は？わかったか？そう、地球はとんでもなくでかい。だから質量が大きく、引っ張る力も莫大なわけだ。その割に、人はジャンプしたら地球から一時的に離れるし、ロケットで宇宙に出られるし、そんなに強い力じゃないよね？だろ？だから、私と霊夢の惹かれ、じゃなかった。惹かれ合う力なんて全く感じられないんだよ。しつこい、シュン。そのあたりの石ころだって、葉っぱだって、ミジンコだって引っ張る力を持ってんだぜ。もちろん力は極小だが。よくわかったよ。地球が私たちを引っ張る力こそが重力なんだ。いやー、今回は早かったね。打ち上げどうする？セブンの深入りピーナッツサンド？まだ終わってないぞ。なんだ打ち上げって。あと、もうちょいいいもの食べさせろよ。え？地球から引っ張られる力が重力なんでしょ？大体はな。てかこれまで私は、重力って文言をほとんど使ってないだろ？引っ張られる力引き合う力ばっかりだったはずだ。引っ張られる力？もしかして引力のこと？つまりは重力だよね？違うんだ。重力と引力は似て非なるもので、引力というのはあくまで重力を構成する要素の一つという扱いなんだよ。ってことは、他にも要素があるんだ？その通り、そしてその要素はもう一つあって、地球の遠心力が該当する。遠心力って、くるくる回った時に外に投げ出されるやつ？ああ。回転運動する物体に対して、外側にかかる力な、地球も自転でくるくる回ってるじゃないか。はい、そんなのめちゃめちゃゆっくりでしょ？遠心力なんてないよ。あるんだなそれが。でも気づかない。どうしてかわかるか？遠心力があることに気づいていない時点で、どうしてかなんてわかるわけないよね。それもそうだな。要するに、地球からの引力の方が強いから、外に放り出される感覚がないってだけなんだよ。あ、そっか、引っ張られる力があるから、多少くるくるされてもわからないんだ。正解だぜ。このことから引力引く遠心力イコール重力となるんだよ。おお、ようやく答えが出た。でもその理論だと、地球上どこでも同じ重力じゃないよね。どういうことだ？例えば北極点って地球の軸あたりだから、くるくる回っても遠心力ってちっともないじゃん。だからやっぱおかし。実際そうだぜ。なんだって？一番遠心力がかかるであろう赤道直下と、最も遠心力がかからない地球の軸上だと、なんと約 0.5% 以上の重力差があるんだ。0.5% って、数字に出てくるくらい違うじゃん。そんなに差があるの？まあ赤道と軸上でもこのくらいの差だから、実のところは誤差程度だけどな。
両極端の差を出したから大きく見えるんだと思う。それでも、よく小数点がアホみたいにあったり、バカみたいな桁ばかりの宇宙からすると、めっちゃ大きな数字に見えるね。もっと他に言い方はないのかよ。でもそこは否定しない。なお重力は緯度だけじゃなくて、他の要素でも変化するんだ。他の要素？まだ他にも、重力の強弱を変える何かがあるんだ？よく言われるもので、標高の高い山岳地帯が挙げられるな。ああ、地球から遠ざかるからだ。お見込みの通りだぜ。厳密には地球の中心から離れるって要素と、標高の高い場所に来ることで遠心力がかかるって要素によるものだ。つまり、高い山に登れば、そうだ、重力は小さ、痩せるんだ、アホか、物理的に何も減ってないだろ。それがまかり通ったら、宇宙ステーションに滞在中の人たちは激痩せってレベルじゃないだろうが。残念。さらにもう一つ、山そのものの質量も影響する。つまりさっき言った、万有引力の法則だな。ふむふむ。ってことは、山は大きいからさっきの要素から差し引かないと。差し引くだけじゃないぜ。時に山の質量というのは、平地よりも大きくなることもあれば、小さくなることもあるんだ。それは絶対おかしいよ。だって、山って平地より高いよね。ってことは、地面の質量が大きいことになるじゃん。実は、必ずしもそうじゃないんだよ。霊夢は山がどうやってできるか知ってるか？地面から生えてくる。草じゃないんだ。まあここで尺は取れないからサクッと言うが、噴火した溶岩が積み上げられる、または地面の下にある岩盤同士の圧力によって盛り上がるか、だ。それが重力とどう関係してるの？山の下がマグマばかりなら、マグマの密度は一般的な土壌よりも小さい場合が多いから、質量が少なくて引力は強くない。なるほど。逆に岩盤ばかりの山なら、岩卵石などの密度の高い鉱石が多く含まれているから、質量が大きくなって引力が強くなることがあるんだ。地面の下にあるものの違いで、引力っていちいち変わるんだね。体感できるほど変わるわけじゃないけどな。まあそういったところも重力を変えてしまう要素になるんだよ。へえ、これは意外。そういえばさっき霊夢が体重に触れていたが、そもそも重力と質量は同じじゃないぞ。え？宇宙ステーションの人たちって、無重力の中で生活してて重さを感じてないんでしょ？だから重力がゼロなら、質量もゼロって感じで一緒なんじゃないの？重力ってのは、さっき言った通り引力引く遠心力という計算で導き出される答えだ。質量ってのは、場所によって変化することのないその物体自体の量だ。だから、質量ってのは重力の変化で変わることはないんだ。よって、お前が太っていることに何ら変わりはない。ガーン。って、私が太っているみたく言うな。そのパツパツの顔で何言ってんだか。うっさい。でも、ほんと重力って不思議だね。どういう原理で引っ張られてんだろ？どうやってその力を伝えてんだろ？一般相対性理論によれば、重力波によるものだと考えられているな。出た、都合の良いなんとか波、光波とか電磁波とか超音波とか西真空波とか、そのカテゴリに北斗神拳は入らねえよ。だが、決して都合よく登場したわけじゃないんだぜ。だってそうじゃん。重力があるから重力波とか、もう考えるのやめた的な感じが否めないよ。別に光波も電磁波も超音波も西ゲフンゲフンも、ちゃんとその存在が立証されてるし、重力波だってそれと同じ扱いって簡単に考えればいいんじゃないか？そうだけどさ、実際2016年には、LIGO と呼ばれるレーザー干渉系重力波観測所が、重力波の現象を確認するに至ってる。もう人類見つけちゃってたの？それを早く言ってよ。まあ電磁波とかと同じ波動現象だからな。いずれは見つかるとされていたよ。もっとも40年ほどは間接的な証拠しか見つかってなく、この度ようやくたどり着いたんだがな。ちなみにどうやって確認したの？ブラックホールの衝突の際に、重力波が生み出されたことがきっかけなんだ。しれっととんでもないこと言ってる？ブラックホールの衝突って、地球から20億光年離れた位置にある、2つのブラックホールの衝突を捉えることに成功したんだが、これについてはまた別の機会に話すよ。その時はよろしく、わかりやすくね。わかったわかった。それと、重力を語る上で忘れちゃいけないものがあるんだ。まだ何かあるの？もう私、ちょっとした重力マスターだよ。聞きかじった知識にも程があるだろ。重力加速度だよ。重力加速度。あれだ、アフックの中途採用が輪行の岸から身を投げたのを見たってやつ。アイザック・ニュートンがリンゴの木から身が落ちたのを見た。な、採用されてこれから頑張ろうって時に鬱すぎるだろ。保険屋さんは大変なんだぞ。すみません。まあ実のところを言うと、リンゴが落ちてどうこうってくだりはなかったみたいだけどな。ずっと信じてたのに、実際はそんなところだ。で霊夢、重力加速度ってなんだかわかるか？上から何か落としてシュゴゴゴみたいなやつ。解説動画にあるまじき発言だな。なんとなく言いたいことはわかるけども、正確には、まず上から物を落とすとするだろ？で、どんどん落ちる速度が速くなるだろ？
って、どんどん速くなるってことは、速度の変化があるってことだろ？その割合を重力加速度って言うんだよ。めっちゃ簡単に言っちゃったね。我ながらそう思う。あと付け足すなら、空気抵抗は考慮していないってのが前提だ。なるほど、そんで、重力加速度が何なの？ここでも重力の謎があるんだよ。例えば100キロの石と1グラムの石、同じ場所から落としたらどっちが早く地面につくと思う？さっきも言った通り、空気抵抗はなしな。100キロに決まってんじゃん。全然重さが違うし。違うんだな。答えは同じなんだ。はぁ？ないない。それはない。さっき重力加速度の話をしたよな。地球の場合は 9.8 メートルパー2秒となっていて、物を落とすと1秒で物質はだいたい秒速 9.8 メートルずつ速くなるんだが、それは万物変わりないんだよ。みんな落ちる速さが変わらないってこと？なんでさ？理由は解明されてない。しかし数々の実験において、どんな物体でも等しい速度で落下することは証明されてるんだ。納得できないよ。ロビンマスクは鎧が重いから、ネプチューンマンより早く落ちたじゃん。ゆで理論は忘れろ。今すぐ忘れろ。そんで重力加速度は引力と同じく、遠心力により大きくなることもあれば小さくなることもあるんだ。それはわかるよ。遠心力によって引力が小さくなるから、赤道とかでは重力加速度が小さいんだ。正解だ。逆に軸上では遠心力がないから、引力がでかくなる分重力加速度が大きくなる。それと、標高が高いところも引力に近い理屈で、重力加速度が小さくなるな。だね。これまでの内容を踏まえればわかることだね。ってことは、真下に質量の大きなものがあっても、重力加速度は増すってことになるんだ。お、後半から冴えてるじゃないか。だから重力加速度も重力と同じく、場所によって多少異なる性質を持っている。なるほど、地面に突っ立っていても、空からでも、地球からの引力や遠心力がかかる範囲であれば、どこにいても重力がかかるってことなんだね。そういうことだな。でもちょっと待って。それだと重力加速度は 9.8 メートルパー2秒じゃなくない？だから言ったろ、だいたい秒速 9.8 メートルずつ速くなるって。ここまでの内容の通り、場所によってこの数字も微妙に変わるんだ。いろんなところで数字が異なるから、9.8 メートルパー2秒でまとめちゃったのね。まあそう捉えていいぜ。難しいね、重力って。考えれば考えるほど、なんでこんな力があるのか本当に意味不明だな。でもなければないで、みんな地球から出ていっちゃうし、本当に都合よく世界が作られてるなーって思うよ。正確に言うなら作られた世界に対して、私たちが都合よく適応しているだけと言えるかな。あ、そっか。生物が現れる以前から地球は地球だもんね。でも、何かの拍子で地球の重力に大きな変化が起きて、すっごい重くなったらどうしよう？今後もずっと一定の力である保証はないだろうしな。だがそうなってしまったら人類は。さてさて、まずは霊夢。タイムマシンってなんだかわかるか？何言ってんのさ。過去とか未来とか行きまくりの、自由自在歴史改変反則ツールでしょ？なんて言い草だよ。タイムマシンってのは、時間の流れを超えて過去や未来を行き来する道具、機械のことを言うんだ。そうそう。つまりはドラえ、のあれだね。そう、あれだ。ちなみにデロリ、デモカだ、とまあ何かと人類はタイムマシンを題材としたり、物語に登場させたりするから知名度だけは抜群だな。でも名前ばかり先走って、未だ実現に至ってない、と、だな。じゃあ一体どうすればタイムマシンが作れるのか。そこの議論や研究は意外と重ねられていたみたいなんだ。実現しようとする人も少なくなかったようだぜ。本気で考えてたんだ。ある意味すごいよ。でもどうやって作るの？その質問に対して、あれやこれが必要という説明はある程度できるんだが、それで理解できると思うか？絶対できない自信あるよ。だろ？だからいつものように、紐解くように解説していかないと霊夢を置いていってしまうから。しまうから？何よりまずは、相対性理論の話から始めるぜ。うおおおてなわけで相対性理論についてだが、やっぱタイムマシンという要素に深く関わる内容といえば、時間の進み具合は、見る人の場所によって変わる相対的なもの、ってところだな。めっちゃ早く移動してる何かは、移動していない人から見ると時間の流れがゆっくりになるんだっけ？うお。知ってるじゃないか霊夢、そうなんだ。そしてその速度が速くなればなるほど、旗から見れば時間の進み具合は遅くなって、高速に至るとゼロになるんだよ。そこまでの速度になると、時間が止まっちゃうわけね。でもなんで時間が止まるの？光ってその速さで地球に届いてるし、そこにはたどり着くまでの時間があるわけじゃん。違う違う。地球に届くとかたどり着くとかは、見ているものの観点だろ？実際それは視覚情報として得られないけど、この場合は、
光自身の時間が止まってるんだよ。ああ、見ている分には関係ないのね。つまり、高速または高速に近い速度で移動をすれば、他は時間がゆっくり進んでいるんだから、止まった頃には、未来、に行くことになるだろ？そういう考え方なんだ。てっきり私、何かに乗ってどこか飛んでったら未来に行くものかと。ド、エモンのイメージが強すぎるな。まあ日本においては、タイムマシンといえばそっちだからその印象も仕方がないが。ああ、あと霊夢の言うタイムマシンについても、後でちょっと触れるからな。了解。それともう一つ、ブラックホールも未来に行くための鍵ではないかと囁かれている。ブラックホール？あの物騒なやつ。名前の響きだけで言ってんだろ。で、どうしてブラックホールと未来が結びつくかについてだが、それはブラックホールが持つアホみたいな重力が関係しているんだ。ピンときた。確か、重たいものの近くに行くと、時間がゆっくり流れるんだよね。おお、霊夢もわかってきたじゃないか。そうなんだ。そこに重力があればあるほど時間の進みはゆっくりになって、ブラックホールほどの規模になるとそこにいるものが止まったかのように見えるんだよ。そういえば以前の動画で説明してたね。事象の地平面ってところに行こうとすると、旗から見ると止まって見えるとか。ふおお。私も説明した回があったよ。要するに、めちゃめちゃ重力のある場所にいれば自分の時間の進み具合が遅くなるから、外へ出れば年月が経過している。そういう理屈だ。なるほど、理論的には未来へ行く方法がわかってるんだ。まあできるかどうかは置いておいて。あれ？でもさ、その理論だけだと過去に行けないよね？そこでさっき霊夢が言っていた。ドラえもんのタイムマシンで話を進めるとわかりやすい。はい、ついにドラえもん、が現実のものに。ねえよ。じゃなくて、タイムマシンで移動しているシーンあるだろ？ああ、あの進んでいる時、ピュー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 ン、ピューピューン、って音のある場所ね。よく口で表現できたな。あとそれは旧型の方だよ。で、あれはおそらくワームホールを表現しているんだと思う。ワームホール？めちゃ簡単に言うと時空をまたいだトンネルで、双方の出入り口が別次元、または全く別の空間に繋がっているものを言うんだ。以前ホワイトホールの下りで説明したな。そんなの本当にあるの？アメリカの物理学者、そしてノーベル物理学賞受賞者であるキップソーン氏によれば、理論上ではワームホールは存在できるとのことで、可能性としてはあると言えるだろう。ノーベル、もはや偉人じゃん。うん、そんな人が言うならワームホールはあるんだね。肩書きで判断するな、どのみちまだ理論上の話なんだから。可能性がある止まりなんだよ。なおトンネルとは表現したが、ワームホール内は時間が進まず、お互いの出入り口には一瞬で移動できるとのことだ。なんか都合がいいなぁ。でさ、ワームホールと過去に行くのと何が関係あるの？だからさ、片方の出入り口からワームホールを通ってもう片方の出入り口に出たら、そこは過去ってことだ。ま、たくわかんない。だよな。今の説明でわかったらエスパーだぜ。ってなことでさらに説明を加えるが、ちょいとややこしいぞ。は、わかりやすくね。ワームホール双方の出入り口先にある場所を、それぞれ1と2と仮定しよう。で、もし1がめっちゃ速い速度で動いていたとすると、1の時間の進み具合が遅くなるよな。なんで1がめっちゃ速いの？まあまあ最後まで聞いてくれ。理論上の話だからな。続きだが、一方で2の時間経過は特に速いこともなく普通のものだ。そんなにおうろうろしていた宇宙船が、巡り巡って1からワームホールに入るとどうなると思う？まずそのシチュエーションがないと思う。どうやって2から1に行ったのさ。まあまあ。そんで時間の進み具合が遅い1に入った宇宙船は、ワームホールに入って2に出た頃には1の時間になっているってことなんだよ。宇宙船は、2よりも昔である1からワームホールに入ることで、1の時間まで遡れたわけだ。まあ1は時間の進み方が遅いからね。2に出たからっていきなり吹けるわけじゃないんだから、言いたいことはわかるんだけど、状況に無理がありすぎるんだろ？わかってるよ。でもさ、理論的にはこうやって過去に行けるってことはある程度わかってるみたいなんだ。ああ、あくまで理論上の話で現実味は置いておいたのね。でも、なんでこんな回りくどい説明したの？めっちゃ難しいからだよ。いくつかシチュエーション並べないと、片鱗すら理解できないと思ったんだよな。だがこれでも、理論的には辻褄が合ってるんだ。どう辻褄が合ってるのかがちっともわからないけど、これらは相対性理論に基づいた理論だぜ。時間の進み方は、それを見るものの場所によって変わるっていう相対的なものなんだから、どこにも矛盾はないんだよ。
あくまで理論上だけどな。理論上は辻褄が合ってても、できるできないは別問題ってことだ。でも、無理やりな理論並べたところで、絶対乗り越えられないものがあるよね。そうなんだ。結局、タイムマシンを、どうやって作るかなんだよな。それにさ、ワームホール自体あるかどうかもわかんないんだから、やっぱりまだまだ空想でしかないんだよ。ところがどっこい、ワームホールは理論上作ることができると推測されている。はい？無理無理、絶対無理だって。実はこのワームホール、負のエネルギーを持つ物質が存在すれば、人間が通れる程度のものができると言われているんだよ。なんで負なの？てかエネルギー2世以外のものがあるの？そうだな。負となればそれは無、以下だ。物質やら放射やらが取り除かれてしまえば、そこには何も残らない。しかし空間ってのは、無以下の何かを含むことがあるとわかったんだ。それが？ああ、負のエネルギーとなる。まあこれは本題じゃないから手短に説明するが、エネルギー密度が負になることがあり得るって話なんだ。これがワームホールの形成に必要となるんだ。よし、じゃあ早速そこの鉄工所で。なんで町工場でやるんだよ。あと鉄工は無関係だ。そういうことじゃなくって、負のエネルギーを得るためには負の質量を持った何か必要になるんだよ。何かあったっけ？その名を、エキゾチック物質。バリ島でも行くの？そのエキゾチックじゃねえよ。現地のお姉さんマジ綺麗だけどさ、まあまだ実在が証明されていない物質なんだけどな。ダメじゃん。他に方法はないの？あ、他の研究者によると。お、何かあるんだ。ワームホールを生成するのは、宇宙を作り出すのと同じくらいのエネルギーが必要と言ってるな。そもそもワームホールなんて作れるわけないじゃん。って研究結果があったり。全くもってダメよダメダメ、ダメなのよじゃんかー。仕方ないだろ。今回の話の流れでわかると思うが、過去に行くってのはとびっきり難しいんだって。ん？それだと、未来に行くのは比較的簡単そうだね。ああ。てか、実際未来に行った人がいるしな。今日一驚いたよ。2015年9月の話だが、ロシアの宇宙飛行士であるゲンナジー・パダルカ氏が、国際宇宙ステーションから帰還した時の話だ。ようやく何か面白くなってきた。この終盤で、これまでの私の説明は何だったんだ。まあ続けるが、パダルカ氏は当時で6度目の宇宙滞在で、累計時間はなんと879日という記録を樹立した。2年だよね。よくもまあそんな長いこと。宇宙へ飛べば地球の重力から逃れられることから、時間の進み具合が遅くなるのはこれまでの通りだ。あ、なるほど、読めたよ。帰還した時は、もうそこは未来の地球だったんだね。そうなんだよ。パダルカ氏は、身をもってアインシュタインの相対性理論を経験することに成功したわけだ。で、どんだけ未来に行っちゃったの？周りはみんなおじいちゃんだったの？44分の1秒。カメラのシャッターか、そんなのちっとも未来じゃないよ。ここで言いたいのは、すでに未来に行く方法についてはある程度確立されているってことだよ。まあ誤差程度だとしても、未来にいるのは事実だもんね。何か釈然としないけど、要はそれの応用だよ。超速度の宇宙船を開発して宇宙をしばらく飛んでいれば、重量のあるブラックホールの近くで滞在していれば、地球に戻った時に結構な時間が経ってるだろう。それもタイムトラベルなのさ。なんか想像したものと違うな。今の人類の限界ってところなのかな？そう捉えてもらって構わないぜ。何せわからないこと、未知数なことが多すぎるからな。だから結論としては、タイムマシンは作れないってことなんだね。霊夢の思うタイムマシンはまだまだ無理と思うが、さっき言ったような、相対的に未来へ行く、ことなら可能だ。すなわち、講義の意味でのタイムマシンなら現実味はあるぜ。何事も第一歩からだし、今はその一歩の最中にいるんだと思うことにするよ。そもそも今日の話は、ノーベル賞物理学者、アルベルト・アインシュタインが唱えた。すべてのものの中で光は最速であり、何者も超えることはできない、っていう説に基づいているんだ。アインシュタインってことは、相対性理論ね。その通り。彼は、光の速度について、誰が見ても一定の速度で進んでいる、と定義づけたんだ。誰が見てもってどういうこと？例えば、霊夢が時速300キロの新幹線の中を、時速8キロで走ったとする。そんなはた迷惑なことする？例えばだよ。
すると、新幹線の外から見た人には、霊夢は300キロプラス8キロで、時速308キロメートルの速度で移動しているように見えるんだ。剛速球だわね。でも、車両の中を走ってる霊夢が、走りながら携帯のフラッシュを焚いたとしても、その光の速度は新幹線の速度や、霊夢の走る速さに関係なく、一定なんだよ。走りながら写真撮ったりもしないわよ。撮ったとする。そして、このように光の速さが変わらないことを、アインシュタインは高速度普遍の原理と言って法則付けしたんだ。物理的なものの速さは光の速さに干渉しないのね。ちなみに、現在、光の速さは真空中で、秒速 299,792km とされているのだが、空気中の光は、真空の時と比べると約 99.97% の速さに減速され、水中だともっと遅くなって、75% ほどになると言われてるんだぜ。ふん。アインシュタインの言い分は分かったんだけど、でもそれが今日の光が遅いって話とどういう関係があるの？実はこのアインシュタインが唱えた、高速度普遍の原理は、誰がどこで何を基準にして測っても、光の速さは一定で、かつ最速であるってことになるのだが、大胆にもこれに異論を唱えた人がいるんだよ。待ってました誰なの？世界の偉人に文句を叩きつけた人は。それが NASA のゴダード宇宙飛行センターに勤める科学者、ジェームズ・オドノブエ氏なのだが、彼は、このアインシュタインが定義した光の速さには、限界があるんじゃないかって考えて、それを証明すべく3つのアニメーションを作って、考察したんだ。科学者がアニメーションを作ったの？視覚で感覚を捉える一番わかりやすい方法なんだよ。むしろその説明がわかりにくいわ。ビジュアライゼーションってことだぜ。こらドヤ顔。ちなみに、光は1秒間で地球を何周するか知ってる？秒速 299,792km だから、地球の外周を光の速さで割ると、1秒間に7周半だ。1秒に地球を7周半って、めちゃくちゃ早いわよ。これは、ジェームズ・オドノブエ氏が制作したアニメーションを見れば、確かに目が回る速さで光が地球の赤道上を回転しているのがわかる。光がどんなに速いかってことを証明しちゃったじゃないのよ。じゃあ次のアニメーションを見てみよう。二つ目のアニメーションは、地球と月の間を移動する光を想定したアニメーションだ。地球と月は、384,400km 離れてるわよね。その距離を光の速さで移動すると、地球を出発して約 1.26 秒後には、月に到達できることになる。往復でも3秒足らずだ。これだってびっくりするくらい速いじゃないのさ。じゃあ三つ目のアニメーションだ。三つ目は地球と火星。どれくらい離れてるんだっけ？火星は大きな楕円形の軌道を巡っているのだが、約2年2ヶ月ごとの最も地球に接近する時の距離でも、5460万km。とすると、光の速さは、はい霊夢、計算して。いきなり振らないでくれる？実は火星と地球の間の場合は、光の速さで行き来したとしても、片道3分2秒、往復で6分4秒かかるんだ。これがどういうことを意味するかわかるかい？マリサ、今すごく意地悪な顔してるわよ。つまり、光はそんなに速くないってことなんだが。全然わからない。だって火星まで3分、行って帰って6分ならめたくそ速いじゃないの。これだから素人は困るんだ。うるさいわね、早く説明しなさいよ。2年に1回の最接近の時期で往復6分でも、地球と火星は通常平均だと約2億5000万キロメートル離れていると言われているから。これだと片道で14分13秒、つまり往復には約28分30秒もかかってしまうことになる。でも高速でしょ。30分で火星まで行って帰ってこれるのなら早いんじゃないの？例えば、火星とビデオチャットするとしたら、どうなると思う？ビデオチャットなら、問題なく会話できるでしょう？そこが落とし穴なんだ。なぜなら、アインシュタインの説が正しければ、宇宙では光の速さを超える通信はありえないってことだから。ああなるほど。返事もらうのにも3分待つのね。霊夢、そ、の、と、お、り。やめなさい、放送事故になるわよ。まあまさに事故みたいなもんだよな。火星にいる人と同時通話をしようとすると、相手の声も画像も3分遅れで届くんだから。最初の挨拶をお互いが言い終えるまでに6分かかるわね。どんなに気が長い人でも、相手の返事を3分も待てる人はいないだろう。光、遅すぎる。ってことになるんだよ。言いたいことはわかったわ。でも今現在だって、火星探査機なんかが、地球と通信してるんじゃないの？
その通りなのだが、現在使用しているシステムは、探査機と地球と無線システムで繋いでいて、地球側はディープスペースネットワーク、DSN という通信システムで受信してるんだよ。ボイジャー1号とかボイジャー2号とかはこの類だ。NASA が打ち上げた双子の宇宙探査機よね。例えば、仮に火星の地表データを DSN を使って送ろうとすると、9年もかかってしまうんだよ。年単位の時間がかかってくるの。だから現在は、レーザー高速通信の開発が進められていて、それが完成すれば電波通信よりも、10倍から100倍の速さでの、通信が可能と予測されているのだが、それでも9週間はかかると予想されているんだ。高速通信で9週間もかかるなんて、やっぱり光って遅いのね。そうなんだよ。もしこれが、もう少し離れた土星や木星だったらと思うと、光の速さは絶望的に遅いってことになるよな。もし火星にマリサが移り住んだ場合、私は今よりもっと早く話さないといけないわね。通信に時間がかかるだけで、早く話す必要はない。じゃあ、光の速さを超える方法ってのはないのかしら。超高速光法、またの名を、ワープと呼ばれる方法があるにはある。それって瞬間移動のことよね。あとは超高速通信とかかな。当然、もう研究してる人たちがいるんでしょ？もちろんだ。欧州原子核研究機構、CERN は原子核粒子の高速化を試みたんだが、大型ハドロン衝突型加速器、LHC という装置を使って、量子を高速の 99.999991% まで加速させることに成功したんだ。それ、めちゃくちゃ惜しいところまで行ってるじゃないの。でも実際は、その速度を出すために必要とされるエネルギーが莫大すぎて、実質的に不可能とされているんだぜ。実用化できないのは問題ね。うん。つまりまだ SF の範疇内にあるってことだな。ただし、この欧州原子核研究機構CERN、スイスのジュネーブにある研究所から、ソユーシオ732ケム先にある、イタリアのグランサッソ国立研究所へ、地下から飛ばしてみたところ、わずか 2.43 ミリ秒で到着したなんていう発表もしているんだぜ。それって光の速さと比べると、60ナノ秒だけ速かったってことになる。そんな近距離で高速を超えてしまったの。まったくびっくりだよな。研究所も、まぐれじゃないかって、1万5000回も試してみたらしいんだけど、誤差は10ナノ秒以内でほとんど同じ結果になったそうだぜ。へぇ、光の速度を超える物質が現れたなんて聞いたら、アインシュタインはどう思うかしらね。彼は現代の技術がここまで発展することを、見越していなかったのかもしれないな。それから、ビッグバンの直後、誕生初期の頃の宇宙では、光っていうのは今よりもっと早かったんじゃないかって考える人たちもいるんだよ。わわ、それってもう、鼻からアインシュタイン超えちゃってるじゃないの？そう。そもそもこの物理学の根っこでもある、アインシュタインの説を疑問視する仮説があるんだ。どんな根拠があってそんなこと言い出したのかしら。イギリスのインペリアルカレッジロンドンの研究チームが、物理学誌、フィジカルレビュー D に発表した論文によると、彼らはビッグバンから間もない、宇宙誕生初期に発せられていたとされる、宇宙マイクロ波背景放射、CMB という、弱い電磁波のスペクトル指数を、高速度普遍の法則に従って計算した場合と、光速度が今より速かったと仮定して計算した場合の予測値とを比べたのだが、つまり光の速さが一定じゃなくて、今より速かったとして、一定の場合と速かった場合の、どちらが実際の観測値に近いかを確かめたってことね。簡単に言えばそうなる。最初から簡単に言いなさいよ。で、結果はどうだったの？なんと高速が変動してるという仮説の方が、より厳密な数値を得ることができたらしい。あ、やっちゃったわね。つまり、この高速度変動説が有力になってくるということだ。そうなると、物理学上にある既存の説がどんどん覆されてくることになるわよね。そうなんだ。そもそも最初に言ったように、現在一般的に言われている光の速さってのは、アインシュタインの相対性理論に基づいているから、そこを根底からひっくり返す結果になりかねないんだぜ。でもアインシュタインの時代より明らかに、人類の技術は進歩してるから、新たな発見があってもおかしくないわよね。それに、宇宙の拡大速度が年々減退している説とか、宇宙限界説なんかにも通じてくるところが出てくるかもしれないな。新たな発見があっても、宇宙の謎は深まるばかりね。というわけで、今日は光の速さがびっくりするほど遅かったっていう、話だったわけだが。意外な話だったわね。地球から離れれば離れるほど、その問題は大きくなるんだぜ。もしかしたら、私たちもいずれ地球以外の星に移り住むように、なるかもしれないんだから。光
を超える通信手段を開発しておく必要があるわね。今は地球外惑星の探査がどんどん進んでいるから、当然通信面の技術開発の方も今後ますます進むことが期待されるよな。ぜひとも頑張ってほしいよ。で、霊夢、ホワイトホールってどんなものか想像できるか？週末に飲んだくれた、おっさんのゲロのごとくいっぱい何か吐き出すやつ。おっさんバカにしてんのか？今の日本を担ってくれてる働き盛りだっての。まあ吐き出すって部分は合ってるな。それ以上わかんないからよろしく。投げっぱなしにしやがって。で、ホワイトホールってのは正確に言うと、事象の地平面からあらゆる物質を放出する天体なんだ。事象面地平？新しいラーメン屋？でも事象じゃねえ。どんな聞き間違いだよ。で、ブラックホールとは正反対の特性を持ってるんだが、まあホワイトホールに関する知識は、ほぼゼロって感じだな。だね。できるだけわかりやすく教えてね。わかってるって。とその前に、ブラックホールについて触れておく。ホワイトホールの話じゃないの？そうなんだが、ブラックホールを少し頭に入れた方がわかりやすいからな。なるほど、大事の前の障子だね。障子とか言うな。で、物知り霊夢ならもちろんブラックホールくらいわかるよな。数やつ。4文字かよ、もう少し頑張れよ。まあ後でホワイトホールの説明があるからはしょるが、アホみたいな密度と重力を持ったわけわからん天体だ。この時点でわけわかんなかったら、ホワイトホールなんて説明しようがないんじゃない？大丈夫だ、任せとけ。で、その重力といえば光すら抜け出せないという、冗談みたいな特性を持つんだ。光すら抜け出せないとか、12秒患者が書いた小説の設定だよね。てか、ブラックホールなんて本当にあるの？それについては2019年4月に、楕円銀河 M87 星雲の中心部にある巨大ブラックホールを直接撮影していることから、存在は揺るぎないと考えていいぜ。そんな、ウルトラマンのふるさとが、ブラックホールに飲み込まれていたなんて、子供たちにどうやって説明したら。M78 じゃねえから、M87。なんだ、紛らわしいな。そんで、撮影されたって本当なの？マジ。またこれは別の銀河の話だが、2011年にも直接の撮影は無理だとしても、星が吸い込まれる様子が確認されてるからな。すごー。ブラックホールなんて、漫画とかゲームのネタで終わると思ってたのに。とまあ、世間で言われる何でも吸い込むとんでも天体は、実在するという結論となったわけだ。だね。撮影されたんじゃ言い逃れはできないよ。で、どうやってできるの？一部の恒星が、超新星爆発を起こした際に誕生すると言われているぜ。え？だとすると、いつか宇宙中ブラックホールになるんじゃないの？そうはならないようだ。ブラックホールにも寿命があるとするのが現在の主流の考え方で、相当な年月はかかるもののどんどん軽くなって最後は消滅するみたいなんだ。なるほど、ブラックホールにも終わりがあるんだね。そういうことだな。で、実在の結論が出たということは、ホワイトホールが存在しないと辻褄が合わなくなるみたいなんだ。ん？どういうこと？よくわかんないよ。霊夢は、ブラックホールに飲み込まれたいろいろなものがどこに行くのかわかるか？い。食物の要素は1ミリもないだろ。続けるが、飲み込まれたものはブラックホールの中心部である、特異点という場所まで落ちていくらしい。らしい？そりゃ、ブラックホールの中には入れないからな。理論上そのようになるって考えられてるんだ。特異点にまで落ちた何かはどうなるの？これまでは、木図となって消えるくらいにしか考えられていなかった。だがその理論だと、量子力学の観点ではおかしいんだよ。量子力学って、また難しい言葉が出てきたね。わかりやすくって言ったじゃん。だから噛み砕くぜ。要は飲み込まれた何かってのは、何らかの形で残ってなきゃおかしいんだ。つまり、量子力学ってやつの考え方だと、ブラックホールが飲み込みっぱなしでいるのは変ってこと？まあそういうことだな。ブラックホールはいずれは消え行く天体だし、じゃあこれまで飲み込んだいろいろなものはどこに行くんだって話になるんだよ。わかった。食べたら出す、飲んだら吐くってことだね。それができないのはおかしいってイチャモンつけてんだ。イチャモンとはなんだ？それに解釈がちょっと違うが。まあいいか。ちなみにそんな不自然な状況を、学者たちはブラックホール情報パラドックスと呼んでる。
わかんないことはそこにまとめましたって感じか。身も蓋もないことを言うなよ。だがこのパラドックス、ホワイトホールがある前提であれば解消されてしまうんだ。これまで聞いた感じだとそうだね。吸われたものがどこかで測れるんだから、ブラックホールがお腹いっぱいになることはないしね。さらにお腹いっぱいのまま、何も残さずに消えるなんておかしなこともなくなるしな。なるほど、とりあえず、ホワイトホールがなければおかしいってのはわかったよ。で、結局ホワイトホールって何なの？さっきも言ったが、ホワイトホールってのはブラックホールとは正反対の特性を持っている。ブラックホールが吸うやつで、ホワイトホールが吐くやつだもんね。もっと他に言い回しはないのかよ。合ってるだけに余計苛立つな。てか、霊夢が思っている以上にホワイトホールはホワイトホールしてんだぜ。ホワイトホールしてるって、何そのパワーワード。その意味は構造に隠されているんだ。ああ、さっき事象の地平面とか何やら言ってたね。そうそう。またわかりやすいようにブラックホールの構造から説明するが、まずブラックホールの構造は大雑把にど真ん中に特異点、その周囲は事象の地平面とされているんだ。ブラックホールって画像で見ると、宇宙空間の中に穴が開いたように真っ黒だけど、その穴が事象の地平面ってこと？そうだ。一方でホワイトホールは、特異点から外に向かって事象の地平面を越え、外部にいろいろなものを放出している。ブラックホールと一緒で、やっぱ中身は見れないの？無理。まずブラックホールの場合、事象の地平面より内側に行けば特異点まで引きずり込まれることから、厳密には誰かが入って中身を確認することは可能なのかもしれない。ふむふむ。だが、入ってしまえば外界との連絡は不可能になるから、中身を伝えられない。つまり、結局は何もわからないってことになるんだが。OK、続けて。ホワイトホールの場合は、事象の地平面からは一方通行であるとされていて、外部からのありとあらゆる信号は内部に向かうことができないんだ。要は、外部からは何をどうしても内部への干渉ができないと考えられている。よいしょって突っ込んだらいいんじゃん。だから入れないし、そもそも近づけないだろ。天体がずっと何かを放出し続けてんだぞ。近づく以前の問題だっての。ああ、そっか。そういやさ、何かを放出って言うけど、中身全部放出したらどうなるの？消える。物質を放出するごとにホワイトホールはどんどん小さくなって、最終的には消滅すると言われているんだ。これがまだ見つかっていない根拠の一つとなる。要するに、見つからないのは現時点で消滅しているからってことだな。なんか、人間側の解釈上都合の良い存在でしかないように思えるけど、あればブラックホールの矛盾も解決するところが一概に嘘ぴょんってできないところだね。まあブラックホールのこともほとんどわかってないからな。そんな状態でホワイトホールって言ってもウゴのタケノコだし、下手をすると何もかもが全く違うなんて可能性だってあるだろう。まずは実際に見つかった、ブラックホールの解明からだね。あ、そういえばホワイトホールってどこにあるの？やっぱ超新星爆発から誕生するの？不明。一切の謎だな。あんまりな返答だね。よく考えてみな。ホワイトホールは物質を吐き出し続けて、それがなくなると消滅する天体なんだぜ。ん？だから、物質があればいいんじゃん。だから、吐き出す物質がゼロになるのが消滅の条件なんだから、ゼロから始められないだろ？ああ、そっか。誕生の条件と消滅の条件が被ってんだ。正解だ。よってホワイトホールってのは、最初からなければおかしいんだよ。だがその理論だと宇宙誕生、つまりビッグバン以前からなければ辻褄が合わない。ないとブラックホールの矛盾が解決しないし、あったとしてもどうやって誕生したのかがわからない。でも今はないからそもそも存在してない可能性がある。でも理論上は存在する。うん、手詰まりだよね。普通に考えたらそうだな。どう考えても、どの道どこかで矛盾が生じてしまう。その状況を知ってか知らずか、ホワイトホールの存在についていくつかの仮説があるんだぜ。何が何でも諦めないその姿勢、見習いたい。まず一つ目は、ホワイトホールはブラックホールの裏側にある説だ。裏側に張り付いてんの？まるっきり冒頭で言った掃除機じゃん。ビッグバン掃除機じゃん。その星はなんだよ。角田ヒロじゃねえよ。まあこの理論に関しては、
ブラックホールが実際に確認された今、まあないでしょくらいな状況に落ち着いてるぜ。だろうね。それだと、ホワイトホールがブラックホールに吸い込まれないの的な疑問があるし、ホワイトホールのゲローブラックホールが延々と吸い込む永久期間の完成だもんね。まあこの説は、最初から眉唾なところがあったから気にしなくていいぜ。で、二つ目はそれぞれがワームホールで連結されて繋がっている説だぜ。ワームホール？ドラえもんのタイムマシン中のあれ？かなり違う気がするが、とりあえずそれでいいよ。ワームホールってのは、時空のある一点から別の一点の間で直結している空間を言うんだ。トンネルを想像してもらえればいい。よくわかんないなぁ。それと繋がってたら何なの？というのもな、これはかなり突飛な説なんだが、ホワイトホールとブラックホールは別次元で繋がっているんじゃないかって考えた人がいるんだよ。また、かなり思い切った理論を展開したんだね。具体的に言うが、繋がっているホワイトホールとブラックホールはそれぞれが別の宇宙にあって、ブラックホールで吸い込んだ何かを別の宇宙に放出しているという内容なんだ。もう空想科学読本だね。空想だけでいいだろ。それだとタケコプターで飛ぼうとすると、首がちょん切れるみたいな話しかないだろうが。多元宇宙とか、ちょっとマーベルな匂いがするよ。夢があっていいじゃないか。でもこの理論、よく考察するとかなり面白いんだぜ。さっきも言ったが、ホワイトホールは理論上ビッグバン以前にないとおかしいって言ったろ？そうだね。宇宙ができてからじゃ、どうあがいても誕生できな。は？お、気づいたか？宇宙ができる前、いろんなものを放出。ブラックホールと繋がってる、次元が違う。まさか、お見込みの通りだ。この説というのは、もしかするとホワイトホールっていうのは別次元の宇宙を作っている。つまり他の宇宙のビッグバンを起こしているかもしれないというものなんだよ。大胆すぎるよ。な、面白いだろ？ちょっと現実味がなさすぎるけど、この理論だとあらゆる矛盾が解決するんだよな。ほえ？考えるだけでもすごいのに、公の場で言っちゃったのもすごいよ。いやー夢があるな。本当に。頭の良い人は、ちょくちょくとんでもないことを考えるよね。だからこそ、いろんな何かの謎を解くきっかけになるし、そうして謎を解いてきたんだよ。だね。ホワイトホールが本当にあって、別次元っていうのも本当だったら、あっちの宇宙でも地球はあるのかな？似たような星はあるのかもな。こんにちは、ゆっくり霊夢と。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、この間マトリックスを一気見したのよ。お、いいなぁ。かっこいいわよね、ミスタースミス。おう、そっちが好みなのか。確かにインパクトはすごいよな。でね、マトリックスって、この世は仮想現実っていうストーリーじゃない。そうだな。私たちの体は別に保管されていて、脳内だけで現実世界を生きてるって感じだな。私それにすごく納得しちゃって、実際にありそうな話じゃない？だって、私たちが見ている世界が本当の世界だ、なんて誰も証明できないじゃない。もしかしたら本当にそうなのかもしれないぜ。でしょう、だから今日はマリサに詳しく聞こうと思って。じゃあ今日は仮想現実について紹介するぜ。それじゃあゆっくりしていってね。実はこの世が仮想現実じゃないかっていうのは、量子の研究なんかでも否定しきれない部分があるんだ。出た、量子って難しそうだから、難しいのはわからないわよ。まあまあ、もうすぐ量子の測定施設である、スーパーカミオカンデで本格的な実験が始まるそうなんだが、その時に真相が解明されるかもしれない。例えばどんなこと？簡単に言うと、自分の部屋から外を見たら、いつもと同じ景色が見えるよな。でも、私たちが窓の外を見ていない時に、その景色が少し違っているかもしれないということが量子の実験で発見されたということだな。え、じゃあ私たちが見ている時だけ、科学的に説明できることが起きるけど、私たちが見てないと、科学では証明できないことが起きてるってこと？そういうことだ。もしこの現象が証明できたら、この世界の謎が解けるかもしれないぜ。じゃあ本当に科学で説明がつかないありえないことだと証明されたら、マトリックスみたいなバーチャル世界かもってことになるわね。そもそも目で見たり、耳で聞いたり、手や指で感じるっていうが、それは科学的に言えばこういう現実の認識は、すべて、脳が行っている、と言える。そうね。脳がすべて処理してるって考えられてるわね。けど目を通して見ているのは、現実の姿じゃない。どういうこと？まず目からカメラのように反転して入ってくる光を、視覚細胞が形や色などを、別々の刺激として受け取る。コンピュータで言えば画素だな。
そんな膨大な情報が脳内で処理したものを見ているってことになる。じゃあカメラみたいに見えてるんじゃないの？霊夢は錯視って知ってるか？ああ、同じ長さなのに長さが違って見えるとかのやつでしょ。錯視が起こるのも、実は私たちが現実そのものを見ているんじゃなくて、脳で情報処理されたものを見ているからなんだ。脳が処理するときに、ちょっとしたエラーみたいなのが起こるから、正確な情報とは違うように見えてしまうってことね。そう考えると、人間の感じているものって、実は脳が作った仮想現実なのかもしれないぜ。おお、なんか納得できるわ。もしかしたら私たちが知っている現実っていうのは、何なのかわからなくなってくるよな。そうね。現実そのものがよくわからなくなってくるわ。でも実はこの世は仮想現実で、世界中の人たちがキャラクターとして管理されていて、同じキャラには共通映像が見えるようになっているなら、みんなが同じような錯視に引っかかるのも、窓から同じ景色が見えるのも納得できそうだよな。世界中の人口分のキャラクターがいて、プログラムされた世界の中でみんな生きているってことね。さらにこの世が仮想現実だとすると、この世の中にある全ての謎も説明がついてくんだぜ。謎？どんなの？例えば UFO とか幽霊とかは、そのプログラムで起きる、バグなんじゃないかってことだな。あ、マトリックスでも、デジャブはプログラムに歪みができるときにできるって感じに言われてたものね。しかもそのプログラムを組んだのが、超高度な文明を持った生物だったら、私たちを好きなように操ることができるわね。だから謎は謎でも、歴史上の謎なんかも説明がつくかもしれないぜ。例えばエジプトのピラミッドとか、ナスカの地上絵とかは、当時の人間の文明の発展だけでは説明できないこともある。超高度な生命体が、私たちの歴史にちょっと細工したかもしれないってことね。さらに古代文明には、忽然と姿を消した部族なども多い。もしかしたら私たちを操っている生命体が、実験で作ってみたけど失敗したから、ってリセットした名残かもしれないぜ。じゃあ今生きている私たちも、やっぱり失敗だったって、いきなり電源オフにされちゃうかもな。ひえー。もしも、この世界が仮想現実だとすれば、ビッグバンのプログラムがスタートした時なのかもしれないな。もしかしたら、電源を入れた時に起こったのがビッグバンかもね。実はこの仮想現実の考えは、スピリチュアルな世界にも影響を与えている。例えば、悟りの境地とか、アセンションとかだな。アセンション？日本語では上昇、即位、昇天、というような意味だな。魂を磨くことで魂のレベルが上昇させるとも言えるな。ちょっとわかりにくいかも。まあ難しい話だから、なんとなくで感じてくれればいいぞ。より良い生き方を求めるために、魂をレベルアップさせるって感じだ。なんとなくわかったわ。それで仮想現実が、どうして悟りやアセンションと関係あるの？アセンションすると、バイブレーションが上がるとか、5次元世界へ移行するとかいうことがあるんだ。これは仮想現実の話に当てはめると、プログラムを書き換えるとか、向こうの世界、つまり本当の現実世界に行くってことを意味するんじゃないかってことだ。なるほどね、アセンションは仮想現実の世界じゃなくて、本当の現実世界にアクセスしてるってことかもね。アセンションを唱える人の中では、次の次元へと移行した時には、様々な星で教える側になると説く人もいるそうだ。他の星の神様みたいな存在ってことかしら？それならすごく楽しいことできそう。さらに日本では空海が広めた密教の由意識という概念が、この世はマトリックスのような仮想現実であり、そのプログラムのソースコードをマスターすれば、自分の目の前の世界を書き換えることができる、というものじゃないかとも言われている。空海の時代から、仮想現実が意識されていたのかもってことね。仏教の修行の究極の目的は、悟りを開くことだが、実は悟りを開くということは、自分が目の前で見ている、仮想現実、由意識を、自分自身で完全にコントロールできるようになる、ということかもしれないって話なんだそうだ。仮想現実をコントロールするか、アセンションとは違う感じで、仮想現実をこっちに引き寄せる感じなのかもね。この世が仮想現実っていうのは、悟りやアセンションみたいな宗教哲学だけの話ではない。それが最初に言っていた科学的な話ね。実は最新の宇宙論でも、ブラックホールなどの研究を通じて、この宇宙は、数字によって創造されたプログラムか、宇宙は二次元平面から投影された、三次元ホログラム、じゃないかっていうのが、科学者によって真剣に議論されているんだ。へぇ、ホログラムじゃないかってことまで考えているのね。科学の世界では、神羅万象を方程式で解き明かそうとしている。もしかしたら、宇宙のすべてを説明できる方程式があるかもしれないけど、この世のほとんどすべてを数式や確率のような数字で説明することはできる。そうね。黄金比みたいな感覚的なものも、ちゃんと数字で表すことができるものね。でも霊夢、
なんで全て数字で表せるんだと思う？宇宙全体で考えたら、数字で表せない原理で動く可能性の方が高いと思わないか？そうよね。数字も人間が考えたものなんだから、何でも数字にぴったり当てはまるのは逆に不自然な気もするわ。そうだろ。だから科学者たちは、なぜ宇宙は数字で表すことができるのか考えた。そして数式で表せるのは、コンピュータのようにプログラムで動いているからではないか、と考えたんだ。最初からプログラムされていて、私たちが後からそのプログラムを見つけていただけってことね。もちろんこれだけじゃ、この世が仮想現実だっていう十分な証拠とは言えない。しかしさらに補完する科学的な理論もあるんだ。へぇ、どんなの？有名な宇宙論学者であるスティーブン・ホーキング博士って知ってるか？車椅子に乗った超天才の科学者でしょ、知ってるわ。そのホーキング博士がブラックホールの周りを囲む、自称の地平面から、物体がブラックホールの中心に向かって落ちるときには、情報が失われる、という説を発表した。自称の地平面？ここから先へ行くと、ブラックホールの重力が強くなりすぎて二度と戻れなくなる。というブラックホールを包むからのようなものだな。じゃあいろんな物体がブラックホールに吸い込まれていったとき、その物体の情報が全てなくなっちゃうってこと？そうだな。情報はデータと考えればわかりやすいかな。それまでは宇宙の中では、どんな現象が起こっても、データは消滅することはないと考えられていたから、それを覆すような説だったんだ。ブラックホールは全てを消しちゃうものだ、ということがわかったのね。実際に研究が進むと、情報はブラックホールの中心部には落ちていかないが、事象の地平面に保存されるので残されるということがわかった。あら、ホーキング博士の説が正しくはなかったのね。しかしこのことによって、新しい事実が判明した。ブラックホールを取り囲む二次元の、事象の地平面に残された情報が、内部の三次元の物質を作り出しているとわかった。どういうこと？簡単に言うと、ブラックホールの内部がホログラムなのであれば、宇宙そのものもホログラムではないだろうか、ってことだ。宇宙自体がホログラム？じゃあ私たちが観測している宇宙そのものも、プログラミングされているものなのかもしれないのね。そう考えていくと、私たちがこれまで現実だと思っていたものが、何一つと現実ではなかったかもしれないのかもな。さっき密教の話をしたが、マンダラというものがあるだろ。いっぱい仏とかブッダとかが書いてあるやつよね。マンダラの解釈には色々あるが、その中に大蔵界と金剛界のマンダラは、自分自身と宇宙が大日如来を通じて、実は一体であることを示している、というものがある。自分と宇宙はそもそも一つだったってこと？そうだ。つまり、自分自身が見たり感じたりするものが宇宙の全てであり、それ以外のものは実は存在しない、という考えだな。それはなんだか真理な気がするわ。さっきの有意識と合わせて考えると、広大な宇宙も、実は自分の頭の中の映像にしか過ぎなくて、自分の頭の中の映像を変えれば、宇宙が変わるということだな。本当に仮想現実の世界に近いわね。仮想現実の中には、人類に真実を広める役割を果たすための、メッセンジャーがいるのかもって話がある。もしかしたら空海はそんなメッセンジャーだったのかもな。それだったらマリサも今、メッセンジャーになってるんじゃないの？確かにそうかもしれないな。霊夢もこれでメッセンジャーの仲間入りだ。まずは霊夢、いつものように最初の質問だ。定例化し始めてるね、それ。バッチコイ。自転ってなんだ？どうして地球は回るんだ？ネットでっかい神様が、最初によいしょって。発想が中世以前のそれじゃないか。このチャンネルで、これまで教えてきたこと台無しだよ。しょんぼり。まあ自転ってのは、読んで字のごとく自分で回転することだ。天体がその内部の点火線、この場合は軸だな。それを中心として回ってることを指すんだよ。ずーっと疑問だったんだけどさ。どうした？どうやって回転が始まったの？何がきっかけで自転するようになったの？面白いところに気がついたな。じゃあまずは、地球の自転の始まりから軽く説明しておこう。長年の疑問がついに解き明かされる。惑星ってのは、いろんな小惑星とか隕石とかがぶつかり合ってできるものなんだが、それが自転の始まりだと言われている。全くわかんないし、繋がらない。私にわからせられないなんて、マリサももうろくしたもんだね。どこから目線だよ？ほら、これとこれ。地球儀とボール？これが何なの？ボールを地球儀に当ててみろ。軽くな、古いから壊れ。そうおーい。何やってんだよ。だから軽くやれってや、いい感じで動いたな。くるくる回ってるだろ。もしかしてこんだけのこと？そうなんだ。地球の中心部にまっすぐ当たれば回転は起こさないが、確率的に考えたらそこ以外に当たる可能性の方が高いだろ。地球が小さい頃に、その端に隕石やらが当たって回転を起こしたってのが始まりと考えられてるんだ。めっちゃ単純なことなんだね。
まあもっと細かな話をするとこれだけに限らないんだが、小学生用に限界まで噛み砕いてみたって感じだな。誰が小学生だ。そうだな、小学生に失礼だぜ。ギリギリでさ、なんで延々とくるくる回ってんの？どうして自転って止まらないの？いい質問だ、今度は地球儀を回してみろ。では話せよ、あとゆっくり。そう、おーい。だから壊れるって言ってて、すぐ止まるだろ？うんうん。シャリシャリ言いながら回って、最後はキーって止まるね。それは地球儀が古いだけだ。まだソ連ってあるしな、そんで、この場合どうして止まるかわかるか？そりゃこんだけシャリシャリ言ってちゃねー。そこなんだよ。地球儀の場合、回転箇所の軸が回る地球儀に触れて抵抗になるから、少しずつ回転の勢いが衰えてやがて止まってしまう。ああ、そっか、地球は宇宙に浮かんで、回転するのに何も触れてないからずっと回り続けるんだ。正解だ、よく起こる勘違いとして、地球には常に何かしらの力がかかっているから自転があるというものがあるが、決してそんなことはないから注意な。OK、 つまり、大昔に隕石やらがぶつかって自転が始まったけど、特に抵抗らしい抵抗がないから何十億年も回ってるってことだね。でも、改めて考えるとすごいねこれ。だよな、宇宙空間、どんだけ抵抗ないんだって思うよ。ってなことで、そろそろ本題に入ろうか。待ってました。さあ、地球の自転と同じく、私の知識の向上も止められないでいられるかな。知識はゼロに限りなく近いのに、それで向上が止まったらただのアホだぞ。マリサ、私のこと嫌いなの？さて、地球の自転がどんなもんかはある程度わかったことだろう。ってなことで、もう一回地球儀を回してみてくれ。そう、おーい。今回の動画で壊れるな、これで、急に止めてみてくれ。あいよ。で、止めたけどこれが何なの？地球儀の進行方向に力がかかっただろ。それが、そのままダイレクトに地球上に影響する。何言ってんのさ、宇宙でくるくる回ってる本物の地球は、もうおーっとゆっくりじゃんか。そこがすでに間違ってるんだよ。実は地球ってのは、最も軸から遠い赤道上で秒速466メートル、時速1670キロメートルで回転してるんだぜ。え？霊夢の次のセリフは、何言ってんの？そんなアホみたいな速度で地球が回ってたらリアル世紀末じゃんという。何言ってんの？そんなアホみたいな速度で地球が回ってたらリアル世紀末じゃは？万物は気づかないんだ。地球がそれだけの速度で動いていることにな。主語。理由を聞かせてもらおうか？なんでここはシガレットに火をつけたんだよ。まあとりあえずそこから話すが、慣性の法則って知ってるか？慣性な法則？超伝でも読んでんの？なんで辞典の話の最中に超伝読まなきゃならないんだ。読んで法則なんて言葉よく知ってたな。これは静止した物体に力を加えなければそのまま静止し続け、動く物体に力を加えなければそのまま動いているって法則だ。もっとざっくり言うなら、現状を保とうとする性質だな。力を入れなきゃ止まってるに決まってるけど、動く物体に力を入れないとそのまま動いてるって何？話を戻すが、地球の自転がそうなんだよ。動いている物体、この場合は地球な。そこに力という回転を妨げるものがないから、勢いがずっと保持されて地球は延々と回っているんだ。それが慣性の法則なんだ。今一つピンとこないな。じゃあもっとわかりやすい例にしよう。電車を想像してみな。電車が動いた瞬間、体が逆方向に引っ張られる感じがするだろ。うんうん。あれで何度こけそうになったか。それは、電車が進行方向に運動をするのに対して、人の体は立っている場所に止まろうとするからだよ。静止した物体に対して、力を加えたことにより現状を保てなくなったってわけだな。なるほど、身近なものだとわかりやすいね。で、今度は電車が止まろうとする際、進行方向に体が引っ張られる感じがするだろ。あれば動く物体に対して、力を加えたことにより現状を保てなくなったってことなんだよ。だから、電車の発進っていう力が加えられなければ人は立ったままだし、停車っていう力が加えられなければ同じく人は電車の中で立ったままってことか。不思議だね。その通りだな。を電車が、一定の速度で動いていることを等速度運動と言うんだが、その際電車の中の人は静止しているのと何ら変わりはないんだ。みんな、同じ速度で動いているんだからな。一定の速度っていう同じ条件だから、みんながそこにいることができるんだね。ふむふって、地球も同じじゃん。気づいてくれたな。そうなんだ。電車をそのまま地球に置き換えて考えたら、すぐにわかることなんだよ。じゃあそんなアホみたいな速度の地球が急停止したら、電車なんて火じゃないほどの被害が出るだろうな。どうなるの？地球の自転がたった1秒で停止したとしよう。その時、地球上では48G 近い力が働くことになる計算だ。TKJ48? 秋元康はそんなに暇じゃねえよ。なんだ地球上48って？瞬時に理解できたマリサがすごいと思ったよ。でも、ちょっとその数字もピンとこないな。長い付き合いだからな。ちなみに、長島スパーランドのスチールドラゴンで 3.5G の力だぜ。はい？おおよそその13倍だ。絶叫マシンなんて目じゃないぜ。キャー。地球の自転の方向、つまり東の方向になるんだが、自転が止まった瞬間ありとあらゆるものがそっちに飛び散らかすことになるだろう。
と、とんでもない速度で飛んでいくことになるよね。あ、弾丸よりも速いって話だ、喜べ、空を飛べるぞ。一回こっきりだよね、サラマンダーよりずっとさ、ホベロバってなるよね。しかも、飛んでいくものが人間だけじゃなく万物だからな、運よく生き延びたとしても、あらゆるものが降り注いでくるだろうな。まあ弾丸よりも速い速度で飛んで生き延びれる気はしないけど、生き延びたとしても弾丸よりも速い徒長が飛んできたら死亡確定だわ。それだけじゃない。まだあるの？空気だよ。空気？関係あるの？おいおい、空気も物体なんだぜ。慣性の法則により、空気も同じく弾丸以上の速度で吹き荒れることになるんだ。ということは、計算上、原爆の風速を超える風が襲いかかってくるだろう。ずっと空を飛び続けてるんじゃないかな？とりあえず、ここまでで人類は根絶やしにされるだろうな。だろうね。どこにいても絶対助からないもん。超爆裂衝撃耐性超合金スーツとか着てても、中で粉々になってそうだよ。ちなみに、海の水も全員ぶ飛んでくからな。ああ、忘れてた地球の母、海。津波なんてレベルじゃない。太平洋とか大西洋とかの海が、丸ごと襲いかかってくるって感じだろうな。すごいね。超巨大隕石くらい落ちないと、そこまで海を動かすなんてできないのに。それだけ自転のエネルギーってのはすごいってことさ。電車なんて火じゃないって言っただろ？自転に失礼なレベルだよ。まあ電車と比べるなんて、なんて失礼なお方ってさ。どこのマダムだよ。間違っちゃいないけどさ。OK 理解した人類は滅亡する。木林じゃねえよ。まあ、それでも生き延びることができたとしよう。それでも最終的には死ぬしかないだろうけどな。いろんなものが飛んだ後でもダメなの？今そこにある、止まっている地球儀を見たらわかるぜ。これが何なの？光が当たっている場所、そうでない場所、これが永続的となるんだよ。ああ、昼と夜が固定されちゃうんだ。その通り、昼の世界はずっと太陽の光が降り注ぐために灼熱の世界に、夜の世界は温度がどんどん冷えて極寒の世界になるってわけだ。人類には過酷すぎるね。せっかく生き延びたと思ったら、ここでも淘汰されることに余ってよ。マリサ自転がダメなら光点があるじゃない。光点による太陽光の移動じゃ、灼熱と極寒をどうにかするには遅すぎるんだ。逆に昼と夜の境界あたりの一時的に生存可能な地域が、光点によるわずかな移動で台無しになるってくらいだ。おう、無理なのね。つまり、地球上どこにいても生きられないわけなんだ。そんで霊夢、言いにくいんだが。もしかしてまだあるって言うんじゃないでしょうね。その通りだ。まだ人類や、地球を苦しめる要素があるんだ。どれだけぶち殺すの？もういいじゃん、許してあげてよ。ところがどっこい、地球は許されない。まず霊夢、地磁気って知ってるか？地磁気4年でしょ？誰が公職選挙法を聞いてんだよ。あとそれもよく知ってたな。磁気な。簡単に説明するが、要は地球が持つ、そして地球から生じる磁場だ。マグネットパワーね。クロスボンバーってバカ腕から変なビームは出ないし、前方後円墳に謎もねえよで、地球の自転が止まると、その地磁気も消滅されると言われているんだが。ふむふむ。地磁気は、人体に有害な紫外線やら放射線を防ぐ役割があるとされてるんだ。で、それがなくなればもうわかるな？いやあ、毎日レントゲーン。そんな生優しいものじゃないが、まあいいか。とまあ、地球の自転が止まるってのは、人類だけでなく地球そのものにとって致命的となってしまうんだ。骨の髄まで理解できたよ。自転止まれとか言ってごめんなさい。ま、少なくとも人類が地球にいる間は止まることはないんだけどな。いや、地球が急停止したら、とんでもない世界に早変わりしちゃうんだね。わかってくれてよかったよ。そうなったら、どうあがいても絶望だからな。どこかで聞いたフレーズ、まあいいや。でも私とマリサは大丈夫でしょ？いや、無理だって。どんな衝撃でも耐えられそうなこのパツンパツンの顔。そして、暑さも寒さも放射線も関係ないアニメ調。さらに、みんなのアイドル霊夢。最後がよくわからないな。まあ運よく電源が生きてたとしよう。だが人類はいないんだから、私たちが更新されることはない。あ、ノイズが入る画面で延々と同じやりとりを繰り返し、やがて画面の半分が異常をきたし、私が最初に消えるも、ま、り、さ、と当たった雨粒が涙に見える霊夢が。いやー、早速だが霊夢、この世の中は何次元だ？さっきも言ったじゃん。3次元だよ。なら3次元って一体何なんだ？底辺×高さ割る 2？ そりゃ三角形の面積だろ。三次元ってのは長さ、幅、高さまたは深さ。つまり、未方向への広がりを持つ物理的な空間を言うんだ。そうそう、それ。学校でも習ったと思うが、XYZ の軸を想像するとわかりやすいぜ。そうだね、新宿駅の伝言板に書くやつだね。シティハンターじゃねえよ。そのボケは XYZ 教わった時に散々やったよ。続けるぜ。はいよ。そんで、霊夢がこの世の中を三次元と言ったが、実のところそれが世界共通の認識だ。でしょ?やっぱり三次元じゃん。正確には違うんだ。え？なんで？あ、もしかしてマリサ、悔しくて私を煙に巻こうと。アホか。XYZ と、あと一つ忘れてないか？それだけで世の中は動かないぞ。お金？人間社会ならそれもあると思うけどな。
正解は時間だぜ。ん？時間って次元なの？時間軸って言うだろ？ああなるほど、時間も XYZ と同じ軸として扱うんだ。その通りだから世の中を正確に次元で表すのなら、時空4次元世界となるだろう。おおなんかアニメのタイトルみたい。時空4次元世界霊夢みたいな。でもそれだけで、世の中は3次元じゃないんですってドヤ顔で言われてもねえ。そんな口調したことないし、ドヤ顔もしてねえから。まあ時間を含めるなら3次元じゃないことは確かだし、時空4次元世界でもない可能性はあると思ってるぜ。じゃあ一体、この世界は何次元あるの ?5 次元 ?6 次元宇宙も全部ひっくるめて11次元。突飛すぎるよ。やっぱ本当は世の中3次元だけど、悔しくて無理しちゃってんでしょ。違う違う。きちんとした理論に基づいて導き出された考え方なんだぜ。え、へえ。それじゃあ、その根拠を聞かせてくれたまへ。相変わらず何様だ。まあいいぜ、その腐れまんじゅうの中身が溢れ出るほど叩き込んでやるよ。というわけで詳細だが、11次元とは言ったものの正確には空間10次元、時間1次元となるな。やっぱり時間だけは別枠なんだ。理論上、空間次元が10必要なだけで、時間次元は今回に関して無関係だからな。空間次元が10って何なの？そんで、どうして空間次元がいきなり7つも足されてるの？まあ待て。一つずつ解説してくから。とその前に、共通理論から説明しないといけないな。上限理論？何それって疑問もあるけど、どの道前置きが必要なのね。それだけ複雑なんだよ。で、まずすべての物質は最後まで分解すると、電子とか中性子などを経て素粒子になるんだ。要するに、物質の一番小さいやつね。そうだ。しかし素粒子が初め発見された以降、わずかな期間で何百種類も見つかっている。え？それっておかしくない？うまく説明できないけど、素粒子って小麦粉みたいなもんじゃん。言いたいことはわかるぜ。小麦粉はパスタにも、パンにも、クッキーにも、天ぷらにもなる。つまり素粒子っていうのは物質の基礎であって、その時点でいくつも種類があるのはおかしいって言いたいんだろ？さすがマリサ、その通りだよ。ちょっと察しが良すぎて怖いけど。もちろんそのあたりについては、研究者たちも気づいていた。物質の基礎にしてはあまりに多彩だったからな。ま、私が気づくんだから、頭の良い人が気づかないわけないよね。そのため、さらに素粒子の研究は進められた。その過程において、一つの仮説が提唱されたんだ。それが共通理論なんだね。いや、まだこの時点では通理論しかなかった。理学博士である、南部陽一郎氏によるものだ。戦場カメラマン、渡部陽一じゃねえよ。二点の地面だけだろ。で、その内容は素粒子を点で考えるんじゃなくて、線で考えようってものなんだよ。なんでそう考えるの？何かこういう難しいことって、人間は都合のよく考えようとするよね？ん？その通りだぞ。認めちゃったよ、そんなの理論でもなんでも。都合が良いってのは、つまり割にかなっている、理論上辻褄が合うってことだぜ。え？現にこのツル理論、点という0次元じゃなく、線という1次元で考えることにより、素粒子の多彩性に説明がつくんだよ。もうちょっと詳しくかつわかりやすく。ん？だから素粒子ってのは、めちゃくちゃ小さいから点だと思われがちだが、思い切りアップすると実は1次元の紐状で、これによりどうして素粒子にたくさん種類があるのかがはっきりするんだ。なんで紐状だとはっきりするの？バイオリンを想像してみろ。え？うん。ピーロロロー。縦笛じゃねえよ。楽器の想像力が貧困すぎるぞ。そんで近くで見たら、それは普通のバイオリンだよな。そりゃそうだよ。じゃあ遠くに置いてみろ。それでもバイオリンじゃないの？そうだ。いくら遠くに置いてあってもバイオリンだよな。たとえアホみたいに遠くに置いてあってもな。は？わかったー。遠くに置くと点にしか見えないけど、近くで見るとバイオリン。つまり素粒子を表してるんだね。正確だぜ。で、弦理論ってのは線であるだろう素粒子の振動により、個性があると考えられてるんだ。物質の粒子も、磁力の粒子も同じ素粒子でできてるけど、振動の違いで差別化されてるんだ。それも正確だ。いい感じで理解してきたな。ふふ、私の理解力を舐めてもらっちゃ困るよ。それにしても、振動で違いが生まれるなんてまさにバイオリンの弦みたい。は？そうだ。だから弦理論って命名されてんだよ。なおツル理論は、別名紐理論とも呼ばれているぜ。うまいこと言うな。研究者とか科学者の頭の出来具合ときたら。しかしこのツル理論、これであらゆる粒子を統一して考えられると思った矢先、矛盾点が指摘されてしまったんだ。矛盾点？面白い理論なんだけどね。というのも、特定の素粒子に対してはツル理論では説明しきれなかったんだよ。全部の素粒子に対して当てはまるわけじゃなかったんだね。そうだ。物理学者的に見解を示すなら、次元が足りないって感じかな。次元？どこだ？大輔の方じゃねえよ。ルパンが困ってんだろ。あと見てねえよ。ごめん、全然理解できない。でもここで、ようやく次元の話に戻ったね。わかるように言うぜ。まず素粒子物理学においては、宇宙には電磁気力、重力、核変換を起こす力、核力の源っていう4つの力があるとされているんだ。聞いた感じでやべえ力ってのは分かったよ。
って、それらは宇宙の始まりあたりでは、一つの力だったと考えられているぜ。一つの力が四つに分かれる。うん、少年漫画でよくあるやつだ。しかしその中で重力だけは力が極めて小さく、力の統一がされているという過程に矛盾が生じるんだ。簡単に言うとバランスが悪すぎるってことだぜ。なるほど。ある程度力が均等じゃないと、四つに分かれるにしてもなんでお前だけそんなちっちゃいの？ってなるもんね。でもどのくらい小さいの？二つの電子の間に働いている重力は、同じくそこで働く電磁気力の10の43乗分の1だな。43桁も違いがあるんだ。ピンとこない。ざっとこんなもんだな。小さいにも程があるよ。そりゃ矛盾するわ。だが、次元を積み重ねるとその矛盾が解消されるんだ。これを余剰次元という。次元がいっぱいだ。大輔の方は一種一個体だよ。あとしつこい。で、次元を積み重ねることでその差が縮まり、やがて矛盾を生じなくなるんだ。なんで？この場合逆二乗の法則により、二つの電子の重力が現在の一乗になると三次元空間では100倍になり。ストップ。逆二乗の法則って何？難しいからもっと簡単にして。あと疑問が積み重なると、マリサの方が大変になるよ。だから何様だ？光を照らすのを想像してみてくれ。あいよ。光源からの距離が倍になると、光の強さは倍の2乗を下4の逆数である、1、4になるって法則だ。距離が3倍なら、2乗をすると9でその逆数の1、9、4倍なら1、16って感じだ。それならわかるよで、これが何なの？計算式まで述べるとアホほど長くなるからはしょるが、逆二乗の法則で考えていくと3次元空間で100倍、4次元空間で1000倍と、2つの電子間の重力が加算されていくんだ。その理由も聞きたいけど今度にしておく。すまんな。その考え方でいくと、10次元あたりでようやく他の3つの力との差がなくなり、矛盾を生じなくなるって話なんだ。その矛盾をなくして、弦理論を補填したものが？そう。超通理論、またの名を超紐理論と言うんだ。なるほど。ちょっとまだわからないこともあるけど、ある程度私の中でも繋がってきたよ。でもまた新しい疑問が出てきちゃったんだけど。なんだ？ 1 次元は線、2次元はエロ、3次元は立体、それと時間軸が4次元ってのはわかったんだけどさ。おい2次元。5次元以降は、世界の辻褄合わせの存在でしかないの？なんかおかしくない？余剰次元だなんて、それこそ人間の勝手な解釈だよね。痛いところをついてくるな。でもまあその通りだ。確かにおかしいと思うぜ。でしょ？あたいったら天才ね。おいちる。ゲフンゲフン。はっきり言ってしまえば、他の7次元については直接何かが分かったわけじゃない。だろうね。存在より先に理論が先走ってるから、都合よく登場しただけにしか思えないかな。ただ物理学の世界においては、他の7次元は非常にコンパクト化されていると言われているな。コンパクト化？めっちゃ小さいとか？その通りだぜ。他7次元は、折りたたまれたり巻かれたりして、素粒子に密着しているという考え方だ。それもご都合主義だな。じゃあ逆に聞くが、どうして残りの3次元や時間みたいに知覚できないんだ？それは、なんかすごい世界だから人間には見えないんだよきっと。ん？あれ？そう、見えないんだよ。だからミクロ以下の世界にあっても不思議じゃない。そんなあ、あれだよ第三の目で見たら、すっごいお花畑が。お花畑が見えたらそれは3次元だろあと第三の目ってなんだ？じゃがんか。なんかいまいち納得できないな今回は。多分無理だと思うぜ。宇宙みたく、かけらでも見えていれば突飛な発想でも受け入れられるかもしれないが、次元に関しては今の自然界では成り立たないからかけらも見えないしな。実測できるものがないんだね。現に俺も、冒頭でこの世の中、必ずしも3次元ってわけじゃないかもしれないぜ。って言ったろ？かもしれないをさりげに入れてたずるい。しかし今回、こじつけと思うかもしれないが、他の次元の存在の可能性を得ることにつながった。これは大きな進歩だと思うぜ。ってことは、少しでも他の次元を知る手がかりになったのかもしれないね。これをきっかけに人類が他の次元との開口を果たしたら、世の中は11次元であるの研究の結果がどうであれ、世界は激変するんじゃないかな。もしかするともっと未来では、おうちょっくら8次元行ってくらーとか言ってるかもしれないね。居酒屋じゃねえよ。そこはもっとおごそかに行けよ。でもそんな時代が来たら、それはそれで面白いな。きっとその頃には、異次元転生のラノベも流行ってるはず。異世界転生からあんまり変わってないな。やっぱり進歩してねえよ。でもういいわ。ご視聴ありがとうございました。